ご機嫌よろしゅうございます。落語できる和菓子 YouTuber、龍楽です。この番組はですね、落語家がいろいろな土地に行きまして、様々な名家に出会う。まあ、あるいはね、我々も前座の頃からいろいろいただきますよ。ことにこの楽屋にはね、様々なものを頂戴する。まあ、そういう中でもって、これはという味を皆様方にご紹介して、この和菓子ならこういったところにいいだろう。あるいは、このお得意先へのご挨拶とか、ちょっとしたパーティーへのお土産、そんなことに役立てていただきたいなと思って始めた企画でございます。さあ、それでは本日は何かと言いますと、こちらですね。これ伊東市のお菓子屋さんなんですね。石州庵さんという、そして、芸春祝い菓子江戸、この江戸でございます。その年のこの、まあ、江戸を扱ったお菓子ということはどういうことかというと、正月のお菓子ですね。でしかもこれね、限定ですから、申し訳ないんですが、正月の1日から15日までの販売ということになっております。まあ、我々もですね、いろいろこの江戸となりますと正月、必ずなんかちょっと一ネタ考えようかななんて思いますとね、必要になるんですよ。でネズミね、でネズミですと、ネズミ年とかけましてパソコンと解く、その心はマウスがつきものです。まあこういったようなことをやるわけですね。まあ令和の時も作りました。もうだいぶ先になりますが、先というか前か、令和元年を迎えるにあたって、令和元年とかけましてパニックに陥った人と解く、その心は平成ではいられません。もうこれは使ってはいられませんが、まあ、そんなことで早速参りましょう。中身の方、このね、こう開けて可愛らしいんですよ。こういう形でございますね。もちろんおネズミ様でございます。では早速いただきましょうか。あ、これですね、なんで私が手にしているかと言いますと、狂言の会に入っているんですよ。そしてなんと私の師匠は野村万作先生でございます。このオリンピックのね、開会式かな、プロデューサーやる万歳さんのお父様、人間国宝でございます。その方に習っていて、その狂言の会でこのお付き合いのあるこの方から頂戴したでございますね。ですからやっぱりこういう狂言とか能とかですね、そういうところにこの出入りする方というのはいろんな味をご存知であるということね。そしてこの、じゃあネズミちゃん出てきましたが、さあそれではこの江戸くんの、やっぱりですね、この顔からいこうかな。ちょっとこんな感じですね。でこの白あんにこのバターを使って、思わず笑顔ですね。なんて言うんでしょう、これね、バターが効いてますよ。それからあの白あんのこの滑らかさとね、でこの皮がまたとても口当たりがいいんです。でここにレーズンも入ってる、これがまたアクセント。大変強い、なんかね、やっぱこれまあ止まらなくなりますね。そしてお茶もいただこう。うまい。ということでございまして、和菓子、これはね、季節限定ですがね、これそのいろんな季節限定があるのがやっぱり日本の和菓子の良さですね。
これは他の国のものにはありません。で、今正月を逃したからってがっかりすることないんですよ。桜の季節もありますし、あるいは端午の節句、5月とか、まあ、七夕、あるいは月見、この十五夜に合わせてなんていうお菓子もあるわけでございます。そしてこういうものを皆様方送るということはですね、あ、この日のためにわざわざ買い求めてくれたんだな、私のことを思ってね、これですと1月15日まで、元旦からそういう時のものをわざわざくれた、このね、思いのやっぱり、こう重さといいますかね、こう温かさが伝わるわけでございます。そういうことでこの時期ものといいますか、このシーズンもののお菓子はそういった良さがありますね。そんなことでぜひおすすめしたいのが伊東市の石州庵さんのこの迎春祝い菓子、ぜひ一度ご賞味いただきたいと思います。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。本日もそんなわけでお粗末様でございました。